リコトリートトリコトリートトリコトリートはい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 トリコトリートトリコトリートいらっしゃいねお菓子くれなきゃいたずらするぞいたずらするぞ殺すぞいたずらされたくないからねババアがお菓子よこさなきゃお菓子お菓子ちょうだいじゃあお菓子あげるからねおじも入りやったやったはい子供たちかいはいリリシー子供ちょなんて言いましょう名前えアーニャホージャーですあなるほどね29歳神奈川県相模原市生まれ8月14日が誕生日です今日あんまりねこっち見ないでほしいということでね、ハロウィン企画ということで、皆さんはね、トリックアトリートと言いながら、物を持ってきたじゃないですか、その、お菓子を取る用のものですよね、これ。もらいたい。もちろん、ご用意しておりますよっしゃーこういう時でしか食べれないようなね、新しいというか、あまり触れないようなお菓子をね、用意しておりますよ。ちょっと世界のお菓子を集めてきましたので、皆さんにはね、美味しいお菓子を食べて、満足になって帰ってもらおうかなと。やったやったということで、早速食べていきましょうはい、ということでねはい、うん、こちらがお菓子になっておりますいやー見たことないでしょ、まあ、揃ってるね見たことないもんばっかでしょじゃあノエルはいスナックとグミとその他どれがいい広いな広いなまあ、スナックじゃないスナックじゃあおすすめをちょっと出していきたいなうんこれだえうわスイカチップス日本語だ日本語だ唯一の日本語スイカチップス開幕日本海これとか美味しいんじゃない？やっぱスイカって美味しいから種ごと食べられるんだ本物のスイカスイカのドライフルーツあー、美味しいんじゃない、うん、これとかね、美味しいと思いますよなんといっても水分がほぼないのでたくさん食べてもお腹を壊す心配なしスイカを年中食べたいあなたに最高の一品みずみずしさがいいんじゃないのスイカから水分を取ったらどうなるのかっていうじゃあね、まあ、さすがにちょっと先にね、じゃあちょっと先に食べちゃおうかなこれ美味しいやつだからねあおばあさんもおばさん強欲だなおばさん食いしん坊だなね、これね食べちゃおうかなすっごいだどうおばさんうわあ美味しい おばさん顔が顔が美味しいおばさん顔が美味しいからどうしたのおばあさんちょっとおばあさんおばあさんそんなかい美味しい美味しいちょっとせーので食べるか俺でもすごいね形マジでチップスって感じ片揚げポテトみたいな美味しいうんじゃあいただきましょうかいただきますいただきますあーあこんな味なんだかりんとうああ近いかも、うんうん、ドライフルーツやねドライフルーツうんかりんとうのちドライフルーツ、うん、これ結構うまいな、うん、全然いけるそうね、ん、僕あのスイカ苦手なんですけどあそうそうなんそうそうそうこれだったら食えるな、ああよかったそれは、うん、結構うまいあの皮の部分が多かった味がこれいいね、うん、いくらなんだろうこれ分からんわでもあんまスイカ感はないかな。ないね。ねかりんとうがほんと近いかも、うん。添加物、砂糖、塩だからほんとに。そうね。スイカと、何て書いてある原材料がスイカと植物油。なんでスイカをあげたのかな、うん、じゃないスイカってじゃあ水分抜くとかりんとうになるんだね。そうだね。うん、これうまい。さすがおばあさん。いやいやいや、さすがおばあさん。ね。ありがとう。ありがとう。おいしい。他にもないの？なんかもっとおすすめ。全然ある。お菓子だったらね、やっぱ見た目が大事ね。大事。その見た時にワクワクするっていうの言うからね。これとかどうかな。これね。え？何？え？何これ？え？何これ？え？気持ち悪い。口のグミだね。口のグミ。口のグミ。どういうこと？口のベベと。あのハルキンの見た目をしてるグミだね。ハクキン。おばあさんって入れ歯？おばあさん入れ歯じゃないよ。おばあさん入れ歯じゃない。ああ。なんか混じってたりしたら、これかなと。ああ、そうなんだ。なんか慣れ親しんでるから。なんかね。食用じゃないからね、入れ歯。じゃあおばあさんどうぞ。マジそんな役回りだと思うんだ。そんなことない、平等だよ。みんな食べてるよ。ギズル君、俺たちのコスプレを見てもそんな役回りだって言える。
いや、見た目えぐいな。まあ、口って、うん、まあね、顔についてるから許されてるけど、うん、そうね、結構グロいからね、うん、実は。おばさん、おいしい。おいしい、おばさん。あ、おいしい。え、味は普通においしい。おいしい、おいしい、おいしい。あの、見た目を消そう、心の中で。でも見た目もそうだ。別にでもなんか、まあ、悪魔の、ね、口みたいな。ヴァンパイアみたいな。ね、いただきます。いただきます。いただきます。あ、もうおいしい。あ、でも海外の匂いがする。あ、海外のグミ、うん、弾力が全然美味しい。かっちゃ、かっちゃ、顎が鍛えられる。これかっちゃ、これ顎がね、何だろう、ベリー系だよね。リンゴジュース濃縮物って書いてある。アポーかい、うん、全然ベリーじゃないわ、うん、そうだね。でもベリーの愛するけどね。いや、でもこれうまいね、うん、美味しいね。うまいけど硬いね。硬いからそんなたくさんは食べられないから、うん、もうだいぶ喋りたくない、うんうん、ちょっと顎、今日1日分の顎使った、うん。でもさすがおばあさん、やっぱり、うん、美味しい、ちゃんと美味しいもの、美味しいものばっかだな、うん、全然全然、うん、そんな早く炭水預金の場所教えて。んボケ取らんぞ、まだボケてたとしても言っちゃダメ。おばあさん、次のお菓子知りたい。そうだね、じゃあ次はね、あ、みんなも知ってるものがあるのに。何？魔法は好きか。大好き。魔法？ハリーポッターで知ってるか。あー、知ってる、知ってる、知ってる。100ミリリンズがあるよ。いや、あんま食べたことないんだな。うん、そうだね。なんでチョコのカエルとかにせんかった。妄想ね。そんなネジすんの？ランダムで。ちょっとお手手を渡し。ランダムでいくかい？お手手を渡し。ランダムでいくかい？これ食べても味わかんない可能性あるよ。これない。うわ、なんか嫌な色。なんだろうこれ。で、おがこれ。え、なんか。え、なんか。本当にランダムで取っただけだから。いや、俺ね、あの100ミリビーンズを一箱食べた経験があるんですけど、うん、綺麗な色ほどヤバいです、うん、あ、そうなの？これヤバい。これ綺麗？僕ね、これ綺麗、なんだろうこれ。今回いないですけど、うん、あのすごい綺麗な水色のビーンズに当たって、うん、これ絶対うまいって食ったら石鹸だった。匂いとかすんのか？しない。怖い、めっちゃ怖い、これ食べんの。見えるかな、うん、緑。この色、白っぽい。俺青。白に黄色が混じってる感じ。マリンブルーだ。腕時計の色とか同じ。小豆色みたいな、ね、そう、小豆色みたいな。全然見えない、これ。一斉に。いやいや、怖い。おばあさん、おばあさんから食べてよ。おばあさんから先。おばあさんは先。おばあさんから食べてよ。おばあさん、僕たちは仲間だけど、うん、おばあさん仲間じゃないから。おばあさんショックで落としちゃったよ。マジで食べたくない。いただきます。おばあさん。おばあさん、おばあさん大事だし。おばあさんどうしたの？なんだこれ、シナモン。え、シナモン、なんか当たりやん。草味。草味。草味。いや、本当に草味。グリーンアップルか。おい、おい、ババア、やったな。ボケてんじゃねえか。いや、これ草だ。ほんと草だ。色がだって違うもん。なんか青臭いし。草とグリーンアップル間違えるか。色だけで言ったんだけど、多分草だこれ。あの、グラスって書いてありますけど。グラス、草生える。グラス生える。ちょっとじゃあ、一人ずつ行くかい。一人ずつ、一人ずつ行くか。ワルピースじゃあ何色？僕ね、深い青。青、これか。どうぞ。いただきます。当てれると思う、これ、ワンちゃん。ん？美味しそう、美味しそう。ん？まずい反応じゃないの。ん？なんだこれ。わ、さっきの歯のグミの味が強くて。あ、なんだろう、でも、まずくない。おぉ、ウォルピスのはね、ブルーベリー。あー、うまい。普通に当たりです。大当たりだ。一番いいじゃん。一番いいの引いた。ノエルは何色？なんかね、気持ち悪い小豆色みたいな。どれ？この辺じゃない？あ、これか。じゃあ、食べてみてください。怖いな。いただきます。あー、しょっぱい。しょっぱい。ん？なんだこれ。味わかんないよね。これじゃないぞ、じゃあ。めっちゃ歯に薄く、これ。これだったら、ミミズです。おい、ミミズ味なかった。ミミズ味、アースバームだ。ミミズ味か。いや、これしかないよ、色合い的に。ミミズも色だったよ。しょっぱいなら。うわ、ミミズ味だ。しょっぱいならミミズ味。なんかね、ミスったサラミみたいな味がする。ミミズ味だ。ミミズだ。じゃあ、ニャンヤンいきましょう。白だっけ。白になんかね、ちょくちょく黄色がちょっと混ざってるみたいな感じの色。これかい。あ、それかも。うん、これっぽいよね。じゃあ、食べてもらう。食べます。あー、食べます。食べます。あー、そうじゃない？そうか。うん、なんこれ、え、なんか臭い。臭い？何？臭いっていうのは鼻にめっちゃ抜けた今。なんだ？ん？あ、な、え、なんだ？卵？腐った卵？あー！お主が食べたのは、はい、ミミクソ味じゃん。あー、ミミクソだ。ちょっと卵もあるよね、でも。そうかも、そうかも。というか、なんかそういうね、下手物系の味がしますよ。さあ、ミミクソ味、ミミズ味、ブルーベリー、草。まあ、あのね、聞かなきゃ食える俺。まだ次のお菓子、うん、次、そうね、じゃあそろそろあれでも行こうかな。このクッキー。クッキーね、うん、クッキーは好きかい。好きだよ。クッキーは好きかい。じゃあクッキーはあげようね。クッキーをね。うわー、はい、クッキーをね。クッキー
ッキーを、タレクッキーをね。これは特級呪物ですか。スクラの指や。これやべえ。思ったよりぬいな。おい。これやだな。でもなんかついてるものは美味しいんじゃない？うん。冷静に。うん、いい香りがする。ああ香ばしい。あ美味しいよこれ。じゃあおばさん。ちょっと高いな。いただきます。そっちから第三関節。第三関節跳ね。たい焼きと同じだから、ね、目開けたくないね。味は美味しい。あ目開けたくない。いいですか食べちゃって。食べてください。いただきます。いきます。え、ほんが絵面やばい。こんな生き方する。うん、全然うまいな。うん、やっぱなんか見た後だからちょっと気持ち悪く感じるわ。うまっ。いや全然100本ぐらい食える、うん、これ、うん、うまい。100本ぐらい。ごまの風味がすごい効いてる。うん、このピンクの方が指っぽいね。うん、おい一口でいくぞ。全然美味しいな。うまいね、うん、味は全然。いやおばあさんやっぱ長く生きてるだけあって知ってるね。食べ物見た目じゃないからね。見た目でも楽しめて味でも楽しめる、これがね、うん、一番大事だからね、うん、じゃあどうしようかね。気になる。うん、おばさん、おばさんエンタメ。甘いものは好きかい。大好き。甘いもの大好き。大好きだよ。甘い食べ物があるよ。甘い食べ物があるよ。どのぐらい。とてつもない。急に怖くなったな。こいつだ。え、何これ。何これ。なんか他のやつと毛色が違うよ。グラブジャム。世界で一番甘い食べ物。世界で一番甘い。怖っ。え、やば。グラブジャムね。缶詰。ドーナツかなんかの蜂蜜漬けだっけ。確かそうかな。やばいぞ。いや、これちょ大丈夫かよ。本当に怖いんだよね。怖いね。今日触れずに終わりたかった。うわー。こんな感じ。あー。なんかオイル玉みたいな。桃缶じゃね。ほぼ。桃缶か。桃缶かも。背脂みたいなの浮いてる。ドーナツだって曲げてたらね。お皿に一つずつ盛り付けてもらって分けてもらえる、はい。分けましょうか。トリックアトリート。あれすぎだって。でもみたらし団子に見えなくもないよ。トリックアトリート。いやすぎる。すごいな、ドラゴンボールみたいな。結構ね、箸で持った感じね、重い、ギュッて潰せるような感じではないかも。いやすぎるな。すごそう、まあ、お願いがあるんだけど、うん、お願いがあるんじゃが、うん、何おばあさん、みんなで行こう。おばあさん。おばあさん。おばあさん。僕たち3人は友達だけど、おばあさんは友達じゃない。こっちパーティーだから。うん、いや本当に嫌だなこれ。いいですか、じゃあちょっとかじる、一旦。そうね、まずかじりよね。これでもいただきます。ほんとに嫌だな。ほんとに、ほんとに嫌だなこれ。おばあさん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 、あまりにも機敏な水分補給。おばあさん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 、体動かないんじゃないの。おばあさん。どうしたの。おばあさん、急にスピードが3倍ぐらいになって、クマがかかったよ。おばあさん。おばあさん。おいしいね。おばあさん、やけくそ。おいしいから、みんな一口でいこうね。おばあさん。おばあさん。おばあさん。いこうね。おばあさん、見て、一口で勇気ないんだけど。おいしいから、お食べどうぞ。食べどうぞ、食べ。一口がやばい。せーの、でっかい。いただきます。せーの。あ、噛めね。噛んだら甘いから。噛んだら甘いから噛めね。あ、でも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 。なんか、ちもちもしてない？なんか、うん。おい！いや、かそうだぞ。あの、ここに押し込んで、下に当たんないよ。そうそう、ちょっとずつ奥まで削って、下に当たらないように流し込んでいけば、全然いけるよ。なんかね、あの、多分ね、ハーブが入ってるのね。そうそう、なんか、入ってる入ってる。このハーブの風味が、多分日本人全員苦手。うん、いや、そうか。マジでやばいこれ。あの、多分一番近い味はね、あれ、俺が食ったやつ。パクチー。パクチー。あー、なるほどね。パクチー系の。確かに、これ、タイとかじゃなかった。だからめちゃくちゃ甘いじゃん。で、甘みも、なんなら噛んだ瞬間に甘い汁がブワーってなって、まず口がびっくりするの。甘ーってびっくりしたのに、鼻からパクチーってなって。甘ーパクチーパクチーで、それになんか、おえってなっちゃう。いや、これマジできつい。リズムテーマこっち。甘パクチー、甘パクチー、甘甘パクチー。はい、おえ。でも全然水なしでいけるレベル。本当に？うん、なんとかもう一個いく？もう一個はいかない。うん、でも人生で二度と食べないけど。でもリズクも残しはやっぱ。うん、お残しは。確か。
これをね、鼻で息しちゃダメ、息止めるか口で息して、うん、さっきの攻略法深いな奥歯に奥に閉じ込めて奥歯のして奥歯で、いやこれマジでヤバそう、奥歯で削っていく、いただきますおばさんおばさんおばさんおばさ ん, おばさん口開けて口で息しないとパクチー来るよおばさん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 おばさ ん, おばさんちょっと待って戻し戻し戻し入り戻し入り剣今バトルしてるのね口のここだけが入ってる熱いもの食った時のやつやん何度か口に軍気取り込もうでも嬉しそうなんだ嬉しそう嬉しそう美味しいおばさん美味しい美味しい美味しくない美味しい味を感じていないすごいすごいすごいこれはこうこれはこうこれはこうじゃあもう何個でも食べれるいけるいけるいけるおじいさんおじいさんおじいさんになっちゃうおじいさん無理だおじさん、次のお菓子いく、おじいさん。おじいさん、次のお菓子何これマジでやばいわ、やばいね、これ。味とかじゃなくて、反射で帰ってこようとするわ、俺の体。いやきつい。感じたことのない衝撃に、いや体がびっくりしたよね。なんか、キュンキュンしてるよ。そう、なんかね。今日一きついかも。キュッキュすんだよね、なんか。あ、池田くん行く今行くの。今行くのね。マスクにその汁ついたら地獄だよ。池田くんが行った。お、すげえ。お、男だ。男だ。やばくない？意外と、大丈夫な人？意外といける？え、絶対いける。強っ。パクチー大丈夫な人？ああ、なるほど。大丈夫だ。そうね。うん。いや、これマジできつい。ナドリ君とホモリ君には後で行ってもらうとして。ちょうど。おばさん、次のお菓子はおばさん。次はおばさん。そう、でもいい時間だからね。そろそろみんな帰る時間じゃないかね。あ、5時だ。そろそろ帰んなきゃ。うん、相当疲れたしね。うん、さっきのでね。帰ると、門限5時だから。次が最後かね。とっておき出して、とっておき。美味しいのがいいな。美味しいのがいいじゃん。一番美味しいの。うん。美味しそうじゃない。美味しそうじゃない。何それ。美味しそう美味しそう、いいね、美味しそう、あ、これカップ麺、あ、美味しそう美味しそう、いいやいいや、海外のグミとかね、わ、いいじゃんいいじゃん、いいじゃんいいじゃん、あ、サメの、あ、いいね、美味しそう、グミとか、美味しそう、これヤンニョムチキン味、わかんないけど絶対美味しいと思う、美味しそう、もう最後じゃこれじゃな、博士、博士、博士、最後はこれを食べると良いぞい、博士、大丈夫博士、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 それは何ですか。マーマイト。それ何？何？お菓子なの？それは。明らかに異質だよ。お菓子じゃないじゃん。博士。博士。スタッフが今回のオチに用意してくれた。お菓子じゃん。ってことはもうびっくりするぐらい美味しい。うん。もう行くしかないってことです。これを。星三つです。スタッフさん準備お願いします。うわぁ、本当に嫌。うわ、まさか自分が食うことになるとは。あ、くっせぇな。え、待って、匂いだけでやばいかも。あ、くっせぇ。やば。ん？よし、けど。飲みすぎだろ。ちょっと待って、多くない？こんなんで許される？いや、許される、許される。あぁ、ね、粘度がすごいです。なんか独特な。独特な。やば。どう？いやすぎる。あー、なんだこれ。みんなどんなに？ぐぅ。そんなもんかも。こんなんで許される？いいよ。いいよ。はい。感じでいいよな。あ、くっさ、あ、くっさ、あ、前も左も臭い。前も左も臭い、右にこう。くっす。ん？なんの匂いだろう。なんか醤油っぽくない？あ、確かに。なんかちょっと醤油っぽい。刺さった醤油。あれの臭い。醤油。あ、醤油っぽい、確かに。あ、なんか醤油だと思えば俺いける気がしてきた。きつ。あ、醤油じゃん。ちょっと回し続けないと落ちてくる俺。そんな量取った？結構取っちゃった。あれか、あれか、取っちゃった。下も上もついてる。そう。じゃあおばあさんから。おばあさん、いただきます。あれあれ、意外と、意外と。おばあさん、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 いやいや、いやいや、やかい、おばあさん、反抗期かい。あ、しょっぱ、しょっぱい、しょっぱいよな。え、めっちゃしょっぱい。醤油と考えればいけなくもないかもしれない。いや、醤油と考えればいけなくもない。匂い醤油なんだよ、うん、結構。あ、まずい、まずい醤油、超くない、おいしい。あれ突然、突然周りに帰ったように思い出した。おばさん、まずい、おいしい、おいしい。どういうところがおいしい、おばさん。食レポしてほしいな。うん。ねえ、くる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 。回さないと。ああ、全然もう一杯行ってやってもいいよ、食レポ。香ばしさが鼻に抜けて、えげつない不快感を感じる。不快感。不快感。美味しい。美味しいんだ。美味しく食レポしてほしいな。うん。食べたらわかるよ。食べれない人もいるから。そうそうそう。オレンジときついわ。じゃあ、いただきます。いただきます。やだな。
あ、しょっぱい。いった。ベリベリする。いっけ。しょっぱい。いっけ。あ、しょっぱい。うわ。いや、でも、なるなるなる。醤油、醤油、醤油。うわ、しょっぱい。あ、カレー。あ、痛い痛い痛い。苦い。あ、苦い。あ、くさ。苦い。しょっぱ。あ、やだ、これ喉の奥が苦い。うわ、すごい、で、大豆に溺れる。溺れる。どんどん大豆出てくる。大豆に溺れる、これ。うわ、出てきた唾液が苦しょっぱい。うわ、あ、あ、ここいて、ここいて、ここがいて。まあまあまあ、うん。いや、うん。あら、ビビや。あ、唇もしょっぱい。痛いな、めっちゃビリビリするな。あ、唾液止まらん。楽しい、何これ。楽しい。どんどん出てくる。楽しくない、楽しくない。楽しい。楽しくない。楽しくないよ。あ、まだ苦い、全然苦い。あ、でもね、全部飲み切った後味の唾液はちょっと美味しいよね。ちょっと美味しい。あ、ちょうどいい。これね、多分ストレートでいくもんじゃない。じゃないね、うん、薄めて多分20分の1とかでちょうどいい美味しさになる。なんかにつけるのかな。どうなんだろう。なんかえげつない。パンとかに塗る、うん、ジャムみたいな役割を果たす。あ、これパンに塗るの。塗ってた。パンジャンドラムグランプリの優勝者も優勝商品マーマイツだったから塗って食ってた。マジで。やばいやばい。でもね、絶望的なまずさっていうよりも分量を間違えました、うん、まずさ、うん、そうね、うん、やり方次第では食べれなくもないかもしれないね、うん、まあ美味しくねえけどね。後味はでもね、今んとこグラブジャムより全然いい、うん、ああそうね。そう、でもさっきハーブ戻ってきたわ。これの後に分かる、奥からきた。ただそのハーブの戻ってきた、うん、その臭々しさを臭々しさ、あとあれね、グラスグラスしたね、うん、あその生い茂りさを、うん、この強烈なしょっぱさがねじ伏せた。頂上決戦だったんだ。なんか俺の口の中で草がバッと生い茂って即座に塩害で全部枯れた。しようね、しようね。でもこれなんだろう、第一印象最悪だったけど、うん、話してるうちに好きになっちゃったみたいな。好きになっちゃった。好きになっちゃった。なってるかな。そういうあるよ、あるよ。トラドラみたいな関係値かな。本当。うん。タイガとリュウジみたいな。めっちゃ鼻に来た。いや、ついてんのペロ舐め、うまいぞ。ほんと、醤油差し舐めてる感じ。でも、すぐ舌離さないと、ビリつく。ビリが来るよね。すぐ離してもビリつくよ。いや、ビリつくね。これ、ビリつくのは大丈夫なんだ。ねえ。未来とか破壊されてない？飴としてやったら俺全然ありだな。飴？飴？プルプルキャンディってこと？そう。やってるもんね。アーニャっぽくなったの、最終的に。嫌なアーニャ。アーニャ、マーマイト好き。嫌なアーニャだな。はい。ということでね、うん、みんなもう帰る時間じゃない。うん、そうだね、うん、まあ全部食べきれなかったけどね、来年はまたもっと美味しいお菓子を用意しておくからね。来年も来なきゃいけないの。美味しい、美味しいものできれば来てほしくない。そっちもね、うん、私も嫌じゃん。この動画の再生数が回らないことを見る。回らなくても多分やるよ。僕ら来るよ。バカなんか。何の理があるんだそれに。とりあえず早く終わろうね。ということで本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ビハロウィン。また来年。また来年。もう二度と来ない。二度と来るな。いつから外した？え？かさんさん。結構前から。全然気づいてない。結構前から外してた。あんじゃなかったもん。あの成人男性が着るサイズじゃないから信じられないぐらい頭痛くなった。締め付けでピチーって血止まるかと思った。全然ね、言ってよ、なんか遅かったの。言うの恥ずかしい。